やっていきまーす。意外とうまくないでしょ。おい、Vlog 2本目ということで、スタミでございます。この日は、シャカ、ジャス、笹の3人と一緒に、ちょっとキャンプに行こうっていう話があって、その日程が近くなってきたので、そろそろ、俺の服一式だったり持ってないのよ。あと、キャンプ道具とかも、配信映えしそうな、なんかキャンプっぽいもの。持ってなかったので、買いに行ってきました。その1日を動画でまとめたので、よかったら見てください。というわけで、一つ目のお店は、俺の知り合いの知り合いが、お店、洋服屋さんをやってるってことで、お邪魔させてもらいました。もうこんなおしゃれな店、普段入らないからね。俺服買う時って、大体もうショッピングモールなわけよ。で、まあ、店員さんと相談しながら、服を選んでもらったんだけど、本当に選んでもらったの。俺が普段買わない服っていうコンセプトで、俺がなんか服を選んじゃうと、絶対ダサくなるの。ワンアイテム選ぶだけでダサくなっちゃうから、もう店員さんに全て端から端まで全部セット決めてもらって、それを試着してます。もうこのさ、迷彩柄の上着とか普段俺絶対着ないからね。 100% チョイスせん。これさ、パンツとかもさ、ちょっとダボっとしてるでしょ。俺ね、そのズボンみたいの買うとさ、全部同じの買っちゃう。同じのが家に5本ぐらいあって、なんか黒のちょっとタイトな、何の服着ても合いますよみたいな。マジで似たようなのが5本あってさ、変わんなくなっちゃうんだよね。服屋さん行ってもだから、もう本当に全部かっこいい。もう自分でなんか立ち方酔ってるけどね。立ち方がなんかちょっとかっこつけてるけど、まあこれ服屋の雰囲気もあるから乗せられちゃってるのよ。かっこいいでしょ。で、何着か買ってきた後に、回転寿司屋さんに行ってきました。で、まあ、普段の俺、寿司全く食べないから、めっちゃ美味しかった。で、その、チェーン店で安めのところだから、バクバク食えるし、で、男3人だったのかな。で、もう結構大食いなわけよ、一人が。で、それでも、3人で、どんぐらいだったっけな、8000円とか。めちゃ食ったんだよ。皿うちやよかったな。安かった。高いもの食わなかった。あ、次は、キャンプ用品店に行ってきたんだけど、中がちょっと撮影 NG だったんで、一式買ってから、そうですね、帰って家で開けます。家で紹介と。疲れてんな。あのね、でもキャンプ用品は高いの。この紙袋1個に収まってて、5万円と。ちょっと可愛くないよね。中に入ってるのは可愛いんだけどね。ちょっと値段可愛くないと。はい、これは僕んちですね。なんか、みよ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 ってあるな。ブラウン管みたいな。はい、まず1個目は、お皿。これはキャンプっぽいでしょ？キャンプで使うお皿といったらなんかこういうのかなと思って。ちょっとコンパクトで。はい、これも、やかん。焚き火をやるからさ、その上でなんかお湯沸かしてコーヒーでも飲みたいなっていう。で、これはコンパクトに収まるフライパンみたいなもんかな。まな板ですね。まな板マジで雰囲気出てるよね。かわいい。で、これはホットサンドメーカーです。ツイッターで有名な人いるよね。リロシだっけ。あの方の動画を見て、ああ、こういうのをやってみたいなと思ったんで。で、ここら辺は火をつけるもの意識。今のがファイヤースターターだね。ペース早いな。息ができん。チュッチュッチュッって吸って、この火口の中に、火を入れて、息を吹きかけると、炎が出ますよ、みたいなやつなんだけど、なんか、それでも難しいらしくて、店員さんにお勧めされて、なんかこの木の、これだね。これを買いました。なんか松ヤニが入ってるらしくて、これを削って入れるともっと付きやすいらしい。これマジかっこいいでしょ。サバイバルナイフ的な。ナイフの機能と、あとなんかその、ドライバーみたいな機能も入ってて。ちょっと、なんか見栄えで勝ちた。使うかどうかわからん。このスプーンセットは、笹さんのです。彼潔癖なんで、なんかレンタルなんだと使えないよとか言いそうだから、買ってきました。ここら辺は串だね。マシュマロとかやっぱ安パイでしょ。肉とかやマシュマロ刺してさ、みんなでやったら盛り上がりそうじゃん。
はい。夜間はね、朝さ、朝ね、みんなのコーヒー飲んで、いい一日を始めたいよね。始まりたいよね。ちょ、わかんない。日本語わかんない。あ、これ帽子買いました！ 4 人分の。誰がどの帽子を被るかどうかわかりません。現地で決めましょう。あいつらが帽子を被ってくれるかどうかわかんないけどね。照れてるし。慣れないんだよね、Vlog ね。まあちょっと恥ずかしさだけど。まあそのキャンプの日程は、まあ近々その、何日にやるよっていうのは、おのおのの配信だったり、ツイッターとかで言うと思うんで、チェックしてみてください。配信もします。Vlog2 本目でした。お疲れ！